闇を滅す。闇を滅するものが俺の食事なんだ。こんにちは、今日は世界最強の構築ということで、またツイッターにてね紹介を受けたデッキを紹介していこうと、思うんやけども、プラチナ帯で70連勝到達してレジェンド帯まで行けたと。で今796連勝してるという、まあ、またとんでもないものがね紹介されたんやけども、まあデッキを見る感じ、まあ、アルカディアスの構築やと思うんやけど、まあ、二角の超人をこうふんだんに採用して、まあ、グレナビューレとかを使いながら戦っていく。で、新カードのこのジルワーカーをね、こう強く採用しながら、まあ、アルカディアスに頼り切らずに、こう、まあ、二角の超人で多分決めに行くデッキやと思うよね。結構二角の超人ってその補佐的な要素というか、中間材みたいなね、イメージがある人が多いと思うんやけど、二角の超人で普通にガチでこう、主戦力として使えて、まあ、中衛でこう、使う人もいるんやけど、前衛としてね、使うこともできるということで、私は結構このカードは強いと思うんやけども、まあ、まずは動画を見ていただいて、その強さの進化というのね、真の力というものを、鉛筆の芯をかじるかのように、お前らは見るべきなんだよ。で、いきなり今デッキ紹介していくと、チンチンが2枚採用で、ゴーストタッチが3枚。時空の守護者ジルワーカーが3枚採用。これはまあ新カードなんやけども、まあ3コス2000ブロッカーを持ちつつ、破壊された時に相手のクリーチャーを2体までタップすることができるという非常にこう優れた能力を持っていると。やっぱりその破壊された時にも能力が発動できるっていうのがやっぱり強いよね。やっぱこのカード1枚ですごいこう速攻デッキをねやっぱ封じ込める能力を持ってるから、いや速攻デッキ今結構そのねアストラリーフを採用した速攻も流行っている、そういったデッキにも強いっていうのが、まあ、このデッキの魅力なのかなと思います。それからファントムバイツが3枚で希望をつなぐシュシュスルーが4枚、ホーリーメール1枚でリバースチャージャーが2枚採用、エレン・イェーガーが2枚でグレナビューレが1枚、ボンギールズ・鋼が2枚でアルカディアスが1枚採用、ホーリー・スパーク・オバさんが4枚でデーモン・ハンドが4枚、ジオブリードが1枚でナチュラルトラップ2枚で二角の超人が2枚と、まあこれはもう第1弾からね口を酸っぱくして二角の超人は第2弾でも活躍しますよって言ってたから、まさかとは思うけど二角の超人をねまだ作ってないみたいな人はいないと思うんですよね。だからこそやっぱり私の動画をね毎回見てきた人っていうのはやっぱりその二角の超人を持ってるっていうのは前提やから、今回に関しても非常にこう低コストで作ることができると。それからロストソウルが1枚採用されていると。まぁ、ちょっと SR の枚数が、6枚かな。多いんやけども、それだけの可能性を秘めていると。特に速攻デッキに強いっていうのがね、このデッキの魅力だと思うんで、まぁ、その戦い方とかをね、今から解説しておこうと思うんですが、この動画見てね、面白いなとかね、参考になるなと思った方は、ぜひね、チャンネル登録と、高評価ね、よろしくお願いします。さあ、対戦よろしくお願いします。さあ、今回使うデッキは、てか、シールドトリガー来すぎだろ、これ。ナチュラルトラップ、ホーリースパーク。特にホーリースパークはな、あんまり来てほしくないよね。で、まあ、今回は、なんか、世界最強の構築ができたということで、まあ、紹介を受けたので、こちらね、紹介していこうと思うんやけども、まあ、まずはね、小賢しいな。このな、結構自分苦手なデッキとして、この、スナイプモスキートを採用する構築。これ結構自分苦手なんですよね。特に1ターン目からこう動かれるのがやっぱ一番苦手というかね。まあやっぱ速攻デッキというものはやっぱり非常にこう手堅いというかね。本当に強いデッキの一つなんですよね。まーずは1枚目。でも速攻デッキの弱点は、お、攻撃しない。小賢しいなこいつ。速攻デッキの弱点っていうのはやっぱりそのブロッカーによるものなよね。いや、ブロックされてしまうと、そのね、攻撃、ブロッカーに弱いよな、でも。やっほーい、スーパーマリオブラザーズを入れ替えながら可能性出していく。これでもうシールド2枚取られるからね。だがジルワーカがいるのでジルワーカで次のターンを抑えると、まーずは1枚目。ホーリースパーク発動、いいね。これでかいな、これ超でかいね。これもう超結びみたいにでかいねこれ。まずは1枚いく。ジルワーカ召喚。このカードは破壊された時にも、効果発動すると。相手のターンをね、大幅にこう、でも速攻に勝てるアルカディアスコーチがもう無敵やからね。さあ出た。レビオン、スワヒリ、クワキリ、クワガタ出てくる。小賢しいな。まあ1枚はね、まあ見据えるとするか。なあもうスーパーマリオブラジャー出すなよ、こいつ。
だがまあ1枚は通したとしても私に勝てるというのは甘えた考え方に過ぎないんだ。シールドトリガー発動。このカードを邪魔なカードとしてお前は運用する。いいね。やられたよ。いいね。まずは1枚目、二角の超人でかいね。とりあえずホーリースパークおじさん消えながら希望を貫く、死守する、希望をつなぐ、死守する。おいおい、二角の超人2枚目か。いいね。ここで攻撃しないのが世の情けやね。うん、まあやっぱりこのスナイプモスキリトの弱点はマナーが減るっていうのが、まあ、弱点やからね。まあ1コスの1000という、まあ、火力はあるにしろ、やっぱりどんな強いカードも弱点が小賢しいな。弱点というものがあるからね、小賢しいな。だが私を超えることができるかな。てかレディオンクアキリとのシナジー効果も強いよな。相乗効果じゃないけども、だがそのカードが私を通すと思うかな。無駄なあがきをするな、雑魚カードが。いいね。さらに2枚のカードをタップさせる。これでお前は攻撃することができなくなった。おー、ジルワーカー2枚目か。でかいねこれ。ボンギールズ鋼は出したよな。二角をまずは生贄に捧げて、ちょっとしょうがないね。とりあえず処理するっていう固定観念は絶対重要やから、特に相手に火炎流星な加えてたからジルワーカー意味ないね。全てを地獄の中にナーブスビにしてあげるぜ。ねえ、こいつマジで強いな。お前おもんないな。やっほーい、スーパーマリオブラザーズ。いやもう小ざいも。てかこれ次のターンリーサルじゃんこれ。小ざマジで。しかも火炎流星弾1枚持ってるしな。だが世界の定義というものは常に確立された世界線。デーモンハンド発動。ブーン。いいね。いやこいつ強くないかマジで。頭おかしいぐらい強いやん。だが諦めない世界線こそが私の流儀。いや強すぎるな。でもそれにしてもファントムバイツで相手がブロッカーを破壊するカードを持ってるんよな。それも小賢しいよな。どういったプレイングをするのが正しい選択肢なのか、それを常に考えて動かなければいけないわけだ。ファントムバイツ、いや難しいな。でもまあ小さいねんな正直。ファントムバイツでもいらないね。まず生贄にするか。生贄に捧げてとりあえずブロッカーを出すというのは絶対的な領域になるから、これは出さないといけないよね。とりあえず耐えて耐えて耐えてね、見るしかないからね。まずは1枚にね、ほんま強いなこのね、エグゾドライブの採用で。まあ相手は火炎流星弾持ってるけど、いいね。で攻撃するしかないよね。だが攻撃はさせはしない。タップさせるとするか。まあシールド取られると火力減るから、これなんとかでもこれ調理できるんちゃう。これ無駄なあがきをするんじゃないよ。まずは1枚目ダブルタップさせていく。おお、ジオブリードでかいぞ。こっから見据えていきたいね。諦めない世界こそが世界の定義だというのならば、私はその世界に定義を与えよう。いいね、ジオブリードいいね。大地を見るのが俺の趣味なんだ。いいね。いや、なんとか耐え切ったぞこれ。いや、いいなこれ。ほさ、そんな磯銀着の端くれみたいなカードで私を落としたつもりか。いいね。ゴーストタッチサムラコウジヒトマロ拾っていく。ブロッカー破壊はちょっとうざいから、これもこういこうか。まーずは1枚目、1コスのカードに何を恐れているというんだ。ボンギールズ鋼召喚。いいね。しかも二角の長寿に関しては一気にドロサも引けるから、全てを焼き尽くす終焉の猛火の中にあるものは何だ。小賢しいだ。ここから世界を見据えてあげるよ。世界を教えてあげるよ。二角の超人召喚、これ最強やね。今までの仕返しをたっぷりとさせてもらうぜ。よし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 、いいね。さてと、今までの仕返しをたっぷりとさせてもらうぜ。いいね。いいよいいよいいよ。次のターンから地獄を見せてあげるよ。さあどう来るか。ごマナーで何ができる。はっ、突然のクライマックス。弱いね。そんな磯銀着のザレ事みたいなカードで私を落としたつもりか。1枚のカードで何ができる。だからやっほいスーパーマリオブラジャーズがあったら怖いよね。だからこそ私がやるべきことっていうのはシールドトリガー欲しいけどないのか。これクリーチャーもないのか。なかなか小賢しいね。まずは1枚目だから強気な行動するしかないよね。うおー、まあ大地の恵みを。ブロッカーブロッカー、ああブロッカーない。
ブロッカーないな、ちょっと小賢しいよ。でね、ワンチャンな、これヤッホイスーパーマリオブラジャーズで負ける可能性があるんよな。これワンチャンリバースチャージャー加えた方が良かったかな。てか俺あれやな、スーパーマリオブラジャーズで負ける可能性の世界線があるんよな。でここのプレイングなんやけど、相手にシールドトリガーがこれないと考えるんやったら、もう行くのもありなんよな。正直ダブルブレーカーいて 1,2 でな、それはリスクがあるか。でもだから今まで何度なく見てきたのが、そのスーパーマリオブラジャーズで負けるんよな。でもそれはでもないか。まあまあちょっと抑えるというか、なんか攻撃もありやな。でも正直でもあないないないのに祈るしかないからね。な、いやでも危なかったな。でもレディオンスター加わったらマジで強いな。あいつ4コスの性能じゃないな。